あら？あら、早いわね。行ってなかったかしら。地下にはもともと私たちが行こうとしてる校区は比較的侵食されていないわ。家を置く人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたら、でも今回は違った。2日前にと校区は地下にとっての命綱よ。事態を収めようと。そうだ、あんたいいわ。ふん、いい。あれ、お医者さん？ナタまで。ナタ、ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール。それにオレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。コーフとその家族たち、もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。今回の衝突でたくさん。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。マジ？そんなでかいニュ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が劣化に侵食。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで甲府たちも我慢の限界が来た。君の考えを理解できないわけじゃない。結局激しい衝突が起きてしまったので、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝う。いいや、それが目的ではないわ。頼み事があるなら手を。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。そうね。私は見ての通り、チカは今。新しく発見された巨大鉱脈、あそこが衝突の中心になったところよね。さあ上がって見てみましょう。前の人寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら起きて。おし、こんなところで避難。俺すごく奥に行ったんじゃ。遅延がない。どうやらボス。あ、起こして。あの子、第一採掘チームのエレインよ。エレイン大丈夫？
ゼール、ちょうどいいところに来てくれたわ。あ、まだ3つ目の勢力。ロボットがどこ、最初は採掘、どこから湧いてきたのか。きっと採掘チーム。じゃあ答え、スバローグ、ファイトクラブで。そう、説明するとな。大丈夫よ。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。このエレベーター、もういいって、降りたって。でもバカタレが、ない。採掘チームを狙う。輪を持って尊しとなす諸悪退散。この血を殴るのね。くるりん。あれ、これなに、使用日々正門を検出。どういう状況。この世界の技術ではないだろうな。もしかしたらビビいい、もういいです。自己紹介。私は公務用探索機。ビビ、本機はノーハスよそ者。なんだ、壊れてるんだ。ビビ、そう。見間違い。かかってこい。何見てるの？くるくる。いや、逃がさない。はい、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。何？の出番。ポン。ふっと。くるりん。あ、殴ったね。気をつけて。あれ、あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃし。ふざけんな！ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶっ。この鉱山は元も食って寝るしか能のない。恥知らず。まったく。何するつもり。遅延遅延と。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち、武器を持っていないやろ。おのれ。そりゃあんたは落ち着いていられるかもしれ。私も行く。あいつらの好き。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。おだまり。少なくともあんたたちのじゃないわよ。全員でかかってくる。こっちは急いでるんだから。ゼーレ、よく来てくれた。ザ子供が。あんたたちが無事でない。オレグさん、彼なら人もう随分と。やはり問題。普通のロボットに。スバローグは、彼は人類の守護者を自称。どうしてこんなことをするのかは誰。ロボットを支配する。へえ。あんた二人ともいちいち険悪。
よくそんなことが言えるわ。正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。アントニア、採掘問題ないわ。ゼル、この道で間違いない？塞がれているみたいだけど。知った風に言わないで。さ、近づいてみるわよ。待ちなさい。これは採掘地。そう言われても。仮想部の人間なら本体と交換できる部品を探さないと。ビビ、これ自分。ビビ、どうぞ探していく。入力画面、校舎のプラグ。ビビビビマッキビビビ、類似物品を。検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦ビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。どれどれ。ビビ、めっちゃ便利。ビビ、悪くない。ビビビビビビ、類似物品を。あなたの検索履歴からビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索、これで部品は助かったよ。ビビビビビビ、捜索完了。スリラッキーだったね。それは大げさ。ゼルがやるの？私以外に誰がやるわけ？仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。やった、無事に直せた。なかなかや。出発進行。前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。気を抜かないで。止まって。キキキ、あのタイプ怖がることないわ。困りました。諸悪退散。ついてないね。リュウ、はっ、あ、殴ったね。くるくる、勇気を出さなきゃ。殲滅開始。話し合いましょう。逃がさない。くるりん、輪を持って尊した。うちの出番。何見てるの？危険室隠れろ。客をもてな。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。キラキラなものはないかな。輪を持って尊し。諸悪退散。ついてないね。ポン、感謝してね。ふっと、殴ったね。怖くない。気をつけて。くるくる、はっ、くるりん、うちの出番。
角で見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。中平均採掘だが、私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい、うん、スバローグに見せたかったの。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が。それは分かってる。採掘チームも遅延の皆さんも。私の使命は、人類の行為は、彼らがここに現れたのがその証拠だ。スバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。遅延所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。またあんたは計算結果だの生存戦略だ。見ろクラーラ、このように過酷な戦。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦。それにセンスのある着こなし。行くぞクラーラ、外部からの。ミルズお願い。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。困りました。ショーク大佐、私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる、うちの出番。ポン、感謝してね。殲滅開始。クラーラもみんなを守りたい。一気に片付けましょう。はっ、ついてないね。リュウ、何見てるの。勇気を出さなきゃ。ふぅ、手強かった。たくさんだから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎ。クラーラ、気にすることないわ。いつもスバローグ。私も初めて会った時は理解できなかったけど。その必要はない。よくやってくれたなゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いに。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね。無事だ、とっくに慣れてるさ。それで隣にいる者たちは。ああこいつらね、散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延にた。初対で、こうまでして遅延を尋ね。
そんなことがあったのね。これは今までにお前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密という。今の大守護者はペテン氏だ。ことそこまで。これ上層部の娘さんよ。耳障りかもしれないが、これが真実だ。下層部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば、俺たちのことなんか眼中にな。古いものを探すなら、あれほどいい情報源はないだろうな。見た目で判断しちゃダメだよ。俺が知る20種以上の調整種族にお前みたいな見た目の奴らはいない。もうフォローしてよ。ロボットは忘れることがないからな。ならスバローグと会話のチャンス、それかメモリーを渡してもらう。どうすれば。俺たちもずっとやつと交渉。まあな、具体的な方法は明日にでも話そう。また休憩なの？それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。
涼しいです。パーツアップグレード。ありました。諸悪大賛、千の神器を持って鼓舞、一心同期。私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる、はい、輪を持って尊しとな。うちの出番。リュウ、感謝してね。フドリン、気をつけて。逃がさない。ついてないね。ハッ、殴ったね。リュウ、ハッ、いや、逃がさない。殲滅開始。諸悪大賛、ハッ、客をもてなさないと。諸悪大賛、うちの出番。リュウ、クララもみんなを守り、バローグ。くるくる、殴ったね。ブドリン、こんな大きなダイヤモンドあげるね。隠れろ。輪を持った。ついてないね。はい、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
見間違いか。知ってるの？こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくるー、ついてないね。はっ、くるりん、殲滅開始。客を戻す、うちの出目。どちらへ行かれます？ご案内しましょうか。
ちらへ行かれます？ヘルタコインでの支払いにしか対応しています。尊しとなすですよ。もてなさないと諸悪退散リュウ感謝してね。フルリン。あら、あんたたちが、あ、上層部、あそこはレストランの支店よ。数百で、その夢はやがてかね、夢を叶えるため、オレグさんからは、ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？できそうだね。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？はかりがたきは人心。いつも理屈をな、俺の思うに。うん、炭鉱の言う。ならば。見張り？そんな前時代的なことやるの？
あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ。徹夜なんてしたことないんだから。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話。大丈夫。でも話、一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃん。確かに。もし誰かがカカリア様を止めていて。心配しないで。あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある。黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる。永遠にわからないわ。永遠に。そなたは彼女を失っていない。彼女は向こう側でそなたを待っている。新世界アーケン死後者声が聞こえる。不気味な夢。もう眠れそうにない。そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろ。あなたも眠れないの？今は誰もいないし、もし性格を見つけることができたら確実にカンパをと。彼ってあなたたちのリーダーなの？本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。カリア様の命令こそ、きっとあなたたち何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。弁解の余地をくれるんだ。ありがとう。
でも私自身も何度か疑ったことがあるの。最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうんだけどね。これまで上層部の兵士たちがゼカカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させ、まさかシルバーメインを失っても私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど。私と一緒に守護者様を説得する気？考えれば考えるほど目す。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？ぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きく、大航空の流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっと。リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。おじさんたちだって何日も寝てな。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負ったコーフンがいるって。休んでないの？てかこんな、まさか眠れないから散歩していただけ。あっそう、じゃああっちに行って。待ってゼル。そう、前々から主人公オーラを感じていたのはそれが理由だったのかしらね。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずか。だからどこかで調達しないといけないの。まだあいつのことが分かってない。コークに流浪者が増えたのも生きるために必要な設備。興奮しすぎよゼーレ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。もともとはそこ、つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。
一緒に来るの？待ちなさいよ。人命に関わることなら。じゃあ必要な物行き先はリベットタ。まずはそうね。次は医療。最後はチン。これらがあれば後半と夕方までには帰。私たちがここに来てなかったら本当に一人で列艦に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね。とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では列艦の調査。はあ？何言ってるの？着いたわ。ここがリベットタウンよ。懐かしいわね。行きましょう。足元にここじゃ何も見えないわね。もっと高いところを探してみましょう。あの丘の上にある建物がナターシャが管理していた孤児院よ。オレグさんがナターシャの話。子供のどうしたのよ。いえ、ただどこかで見た。変なやつ。下を見て。屋台がごちゃごちゃ。モンスターに気をつけてす。気をつけて敵よ。見たところは一気に片付けましょう。はっ、ついてないね。どうしたの？怖くなっちゃった？足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。レストラン。ええ、それも町で一番の人気店だったわ。いい子にしてるとナタがここに連れてきてご馳走してくれるの。あなたも来たことがあるの？一気に片付けましょう。の出番。リュウ、感謝してね。フルリン。皆さんのお役に立てたかな。設備よく整備がされている。長い間放置されていたようには見えない。そういえばそうね。まさかまだ人が住んでるとか。そんなことありえるのかしら。
に箱がたくさんあるわね。一気に片付けましょう。後期はあっという間に過ぎ去りますよ。ちょっと大佐、ついてないね。うちの出番。はっ、あ、殴ったね。ああ逃がさない。くるりん。ふっ、私の時間がパーになっちゃった。
拒否するかは私の気分次第。これ困りました。シャワー大さん、クララもみんなを守りたい。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。私が誰だかし、こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくるリュウ、千の珍奇を持って、一心同期私が誰だか、こんな大きなダイヤモンドあげるね。危険指数低下、挨拶。輪を持って尊した。フドリン、うちの出番。ポン。感謝してね。ほっ。は。勇気を出さなきゃ。リュウ。逃がさない。クララもみんなを守りたい。気をつけて。ポン。ふっと客をもてなさしは不対さん。殴ったね。だって箱の中身、劣化の生き物は人類の物資を必要ってことは、誰かにさっき、多分そう。土の行くわよ。このどれどれ、キラキラなものはないかな。輪を持って尊し弱く退散、うちの出番。ポン。感謝してね。ふっと。くるくる。逃がさない。あ、殴ったね。気をつけて。フドリン。
困りました。千の珍奇を持って一心同期クラーラもみんなを守りたい。諸悪大佐ついてないね。リュウ
いてないね。リュウ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。逃がさない。千の珍奇を持って一心同期、勇気を出さなきゃ。はい、クラーラもみんな守り。私が誰だか知って。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。何見てるの。ふっ、はっ、くるりん。ベーシコ殴ったね。ベーシコ、これだけ。これだけ？このガキンチョ、どうして一つ。ゼーレ、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺物資をどこにやったの。中でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうす。余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし。まったく口の減らないやつね。そんな丁寧に話さなくてもいいわよ。こいつは有名なコソ泥なんだ。言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの。こっちは人の命がかかってるのよ。200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ。200ぐらいと言いたいところだけど。本気で渡すつもり？言ったでしょ。違う、後悔は違うんだ。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。
って言うのよね。これは勲章。剣奏者が家族のためにお金が必要なんでしょ。でも一つだけ約束。分かった。俺絶対。じゃあ指切り。嘘ついた。ありがとう。そのそうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店。分かった。ありが。あれ結構あんな簡単にエリックに。あの子が改心するなら。幼い頃おかゼレ私、何を言ってるんだかさっぱりね。エリックが言ってたわよね。孤児院の入り口よ。客をもてなさないと。諸悪退散。くるくる。輪を持って通った。くるりん。私の時間がパーになっちゃった。この道で間違いない。ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板覚えがある。着いたわ。ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わってないわね。何年も前からここに置いてあるんでしょ。使っ仮想部の人間が使用期限を気に。あれない。どういうこと。全部空じゃない。気をつけて、後ろに敵が。区域でしかこんなの見たこと。相手が誰であろうと。はい。困りました。好機はあっという間に過ぎ去りますよ。諸悪退散。みんなを守り、千の地域を持って鼓舞を。一心同期。気をつけて。諸悪退散。何見てるの。うちの出番。竜。殴ったね。クララもみんなを守りたい。輪を持って尊し諸悪退散。殲の珍奇を持って鼓舞を。一心同期。
みんなを守りたい。助けてスバローグ。デジコ、所詮ザコはザコね。これで危険は排除できた。確かさっきのやつに怖い。幻覚じゃない。は？急に。この建物もどういうこと？十数年前に封鎖されて以来シルバーメインだって。待って、ええ、その可能性いか。もう少し。このブランコ懐かしい。昔高くブランコって普通空に向かって飛ぶことしか。危険すぎる。上にあるのは。そうね、見て、十数年も経ってるのにまだ歯型が残ってる。歯型？あ、思い出したわ。あの時私より年上の子がおもちゃを奪おうとしたから思いっきり噛んでやったんだった。ガサツなんだから。探してないのはここだけね。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。これほど。でもアルコールの使用期限はやっぱり。それもそうね。これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いないの？ええ、やっと思い出した。私は昔ここに住んでいた。喧騒者に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。仮想部の人間？それよりもカカリアってあんたあの大守護者の養子なの？じゃあ。そう、私は剣僧者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。どうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。守護者の話では守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定の時期になると。私もそう。孤児院の子供がよく連れて行く。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は私は選ばれ、カカリア様の娘になった。シルバーメインの兵士たちが毎日烈海で命を落としているのを知っていたのに、仮想部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。あんたの話はそれで。さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は
何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいる。ふん、慰めるなんてこと私すぐに分かったわ。ベロブルグの未来の守護者。はいはい、さす、私が案内するから孤児院を回ってみない？ええ。で、入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤。近くを探してみるか。よいしょっと。この声は。警告、脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る。パーキンス、やめて。この人、会ったことがある。悪い人じゃない、ですよね。了解。脅威対象から除外し。ここは危険だから。流浪者のキャンプで、はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。いません。スバローグはクラーラの家族です。大航空でのことは本当にすみません。コーフと流浪者の間で大規模な争い。支援の皆さんは人々を連れて仮想部から離れようとしています。はい、自分の責務は孫悟にあると。そのジエンの皆さんがスバンですので、クラーラを信じ。クラーラ？あなたはジエンのゼーレお姉さん？流浪者のために薬をさん。いえ、そういうわけじゃなく、それに皆さんは、お姉さん、この薬もともとは。分かっ、本当？あなたのことなら心配いらないわ。きっと気にしない。本当によかった。あとは帰るだけ。大丈夫です。そう、それじゃ。後半と包帯、さ、行きましょう。
私の時間がパーになっちゃった。私が興味を持てそうなものはある？ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも見せてちょうだい。こう、ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵、ちょっと嘘をつく必要はないわよ。クラーラが私たちより一歩先についてたのよ。そう、あの子がしようとしていることなら君たちは正しいことをしたわ。大丈夫、ま、平気よ。あなた
たちの関係ってそんブローニャ、オレグさんはスバローグのことについて安心してちょうだい。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6鉄よ。あんたももっと頑張りなさい。どう？私が興味を持てそうなものはある？それぐらい何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。
誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、この二人前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なく安心しておじさん、うちらを酔っ払った甲府のザレ事なんか。よし、じゃあ現実的な話をしよう。つまり俺たちの目標はすば、武力行使は最終手段。二人の言うことには支援はスバローグとの、それに俺たちの実力で奴らだが、今は違う。ああ、それが一ちゃんと考えてのけ。どうだシルバーメインのお嬢さん、仮想部もベロブログの一部いい答えだ。よし、共同戦。遅延はずっとスバローグと対立して。ゼレ、もう一度任せてちょうだい。ボス、ですよ皆さん。オレグさんがて、僕は悲しいです。こんな小さな子供をガイドだ。はいはい、そんなの気にしてどうすんのよ。逆に聞きたいんだけど、遅延の誰もがスバローグのアジトを知っているのに、あんたが案内する必要なんてあるの？ほら、適材適所と言うじゃないで。あんたはね、ありません。ちょっと、それはどういう意味ですか。この三歩ほど言葉に誠実なものはいませんよ。天地神明に誓って三歩。はいはい、信じるから早く。はい、散歩まだなの？お嬢さん、いくらなんでも1分に。ここがスバローグのアジト？もっと物寂しい場所だと思ってたのに、すごく賑やかじゃん。
の流浪者は一時的にここで暮らしているの。スバローグのすぐ近くで寝とも危なくないわ。はあ、早々に、童話に登場する呪文はここでは通用しないだろう。ちょっと、こんな大勢の前でも教えてあげましょう。認証？はい、認証を得た板、まさにノーリスク。無駄話はいいから。簡単です。流浪者の一挙手一投足を見守る他に知れ。それは知りませんよ。僕はここの人たち、まるでロボットに管理されているみたい。地上では考えられない。スバローグを普通のロボットだと思わないか。こいつよね。なんか起動できるのか。プロトコル認証し、え、もう試練第内燃機関ラップ隊。内燃散歩。僕はもちろん。もう答えよ。内燃機関正解。あ、認証結果、右手を出してくだ。右手？これが認証。いいですね。ふっ、やおやお、内燃機関孤独な子が見上げる。おやおや、ここは本当にいろんな人がいるんですね。騙されないように皆さん気をつけてくださいね。あんたがうちらを騙さないといいけどね。お嬢さん、プロトコル起動スキャン。はあ、こいつす、うるさいな、早く終わらせよう。これのこと？そうそう、これ問題。こんなんも答えられないなんて。いやいや、超それ誰が言ってたんだ。機械を動かすなら超小型水晶振動子をブレ。おいおい、バフラビーを信じるなんて本当に頭のいいやつの言うこと。超小型水晶振動子を論理制御中枢につないで振動ドリルの電源をオンにしてた。スマリフ？あいつにしろその弟にしろ。おいおい、そうそう問題。あ、当てちま、めんどくさいな。お前が手を出してどうする。そいつだ、そいつ。え、またうち？あれすごく痛いんだけど。うわ、いたたたた。よし、認証は残り1個だ。とりあえず全こいつなんかおかしい。プロトコル起動失敗。嫌なよ。修復失敗。脅威を排除する。やっと頭脳労働じゃなくなったわね。ショーク大佐、何見てるの。リュウ
武器を出さなきゃ。気をつけて。くるくる輪を持って通っとくるりん。ふっと、ね、よし、システムを再起動。認証システム。またうちが痛い目に遭うんだね。いったー、前のより痛いんだけど。これでラストでよかった。これで入れるんだよね。本当に効果あるのかしら。散歩役に立ち。はいはい、ボスにも言っておくから。はい、で行こう。スバローグ、もしもし。ボモン、構造から見て散歩。散歩、あいつは。逃げられた。さっきまでここにいたのに。いつも。またあのロボット。スバローグ、スバローグさんの訪問客をプロトコル起動。なるほど、ロボって絶対効果ないよね。認証失敗、要求拒絶。クラーラ、あの子の立場って何なんだろう。家族。悩んでいても仕方ない。確証はないが。音声検索中。エネルギーコアのペアリングが壊れている。木に再利用できる部品がないか。もう一回リポ。音声検索終了。またあそこに戻るの？まさか。あ、うちらと合流する前。あんたが思うほど。女の子が一人で劣化に行っていると。彼女が見た。あんたもヤマな見た目してるわよ。こんな大きな町でどうやって一人の女の子を見つければいいの。クララは機械の部品を探すって言っていたわよね。まずはナターシャの貯蔵室に行ってみましょう。どれも一緒。事故かくら必ず脅威。こうもしかして。まずい。やっぱりあっち。ええ、今回はね。困りました。感謝してね。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。殴ったね。一気に片付けましょう。ついてないね。怖くない。隠れろ。ブルリン、客をもは逃がさない。殲滅開始。輪を持ってと勇気を出さなきゃ。
とうございます。大丈夫？やっぱり一人でうろちょろさせるんじゃなかった。基地の電源装置が不調で、この町に工房があることは知っていたので来てみようと思ったんです。幸い皆さんが助けに来てくれました。え、スバローグに会わなければ。ダメよ、今回は直接か。でもスバローグは。もちろん知ってるわ。でもあまりにも話し合いを避けるから。だから彼のところには。あんたって子は。クララ、前に。クララはスバローグの世界ではすごく怖いことが起きています。スバローグの計算だと、仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能だそうです。彼の考えた対策は、仮想部の人たちを災いの発生源から遠ざけ、私たちを檻に閉じ込めるってわけ。笑えるわ。数日早く。ごめんなさい、このことでクラーラはお手伝いできません。そのもう。クラーラ。ゼーレ、もういい。あの子の他の方法を考えないと。あの子すごすぎる。彼女の物事を見抜く最後の一言はよ。どうやらスバローグと直クラーラとあの門をロボットにいいか。クラーラは仮想部の人々。それって。いや、そうだ。でも方法は必ずある。彼女は直接機械集落に。私の時間がパーになっちゃった。これだけ？これだけ？どう始末するかは私の気分次第。困りました。私が誰だか知って。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。セ
天の神器を持って一心同期。うちの出番。クララもみんなを守り、隠れろ。殴ったね。しょうがない、進み。輪をもって尊しとなす諸悪退散。ふっと、うちの出番。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。パーツアップグレード。涼しいですね。これたまには真面目にうちのとっておきを食らえ。困りました。諸悪退散。感謝してね。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。フドリン。リュウ、気をつけて。誰から離れる。客をもてなさないか。千の神器を持って鼓舞を。一心同期。ふっと、ついてないね。ポン。勇気を出さなきゃ。私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。一気に片付けましょう。くるりん。
てるの？はっ、竜和をもって尊しとなす諸悪退散。隠れろ。逃がさない。ガールから離れろ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。客をもてなさないと。諸悪退散。天の地域をもって一心同期。私が誰だか知ってる？こんな大きなダイヤモンドあげるね。勇気を出さなきゃ。大丈夫。ガールから離れろ。殴ったね。クララもみんなを守りたい。感謝してね。ふっと。はっ、ついてないね。怖くない。殲滅開始。持って尊しとなす諸悪退散。何見てるの？ふっ、くるくる。逃がさない。勇気を出さなきゃ。気をつけて。この設備を修理しているのか？この2つの配管部品の大きさや摩耗、破損した部品を交換したのに、いつ？はい、クララはいつ？スバローグは鉄、スバローグに知られたくないの。2人の流浪者のおじさん。クララ、いや、問題点が見つかったか。ミツキ、鉄、また修理するの？本当に安心して。質問は後だ。本当に治った。礼を言う必要はない。はい、外回り。みんな他にできることがあったらクララ頑張るから、このことだけは。うん、どうやって説得したらいいんだろう。
現状はうちらが来たこと、クラーラは観察が予想、そうでしょ、うちらはこの世界の人、スバローグはいつか、そのシルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？もう行っちゃおう。スバローグの計算にうちらみたい、他のクラーラを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクラーラ知ってます。美月たちは嘘をついてない。ブローニャお姉、あなたの気持ちは理解できるクラーラ。私も疑問はある。でも直感が、美月、タンコ、この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果病気になって、クラーラはそうなってほしい。皆さんクラーラについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。ただいま、ティミ。おかえりなさい、ティミ。部外者検出、大丈夫だよ。命令受信、ようこそ。その安心して、話し合いはロボットと話し、準備はいいか。ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧だが、スバローグ、分析開始。分析、クラーラの紹介に免じて。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら。無価値な言い分だ。本題に入ろう。このあんたの発言を全部突っぱねたよ、こいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを。正確、データベース検索、アクセスブロック。あなたたちは世界の封印された目標状況の再評価。やはり彼は正確。ここまで来て隠す必要があるわけ？記録の中で、人類は正確との接触、検証者命令、正確に接触しようとすれば深刻な、どうしよう、なんかまずくない？あなたたちが例外である根拠はない。平和維持プロトコルの一時解除、殲滅って、交渉決裂だ。クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこか。結局はこうなるのね。プロトキ3号、監督ロボット、殲滅を許可。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。神器を持って一心同期、クラーラもみんなを守りたい。大丈夫、ベレシコ計算中、ベレシコ困りました。はっ、うちの出番。リュウ気をつけて。はっ、そう
輪を持って尊く。何見てるの？減速完了。まったく、お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナオト、何を言っても無駄な気が。散歩、やっぱり支援武装員の侵入を多数か、全て危険度高、全員殲滅する。トーマス配信、クラーラもみんなを守りたい。デスバルーグ計算中、デレシコ困りました。善の鎮気を一心同期、感謝してね。ついてないね。竜、怖くない。隠れろ。造影臨海地長官ベレシコ殴ったね。私が誰だか知ってる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。クラーラもみんなを守りたい。客をもてなさないと。うちの出番。殲滅開始。ぐるりん、輪を持ってと。ハイリスク。逃がさない。客をもてなさないと。文字計算中。ベレシコ殴ったね。減速完了。ベレシコ逃がさない。千の鎮気を持ってコブを一心同期。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。私が誰だか知って。こんな大きなダイヤモンドあげるね。はっ、何見てる。輪を持ってと。トーマス開始、クラーラから離れろ。殴ったね。クラーラもみんなを守りたい。システム機能ベレシコ逃がさない。ついてないね。勇気を出さなきゃ。加速。システム再起動、変数1、評価結果更新、決定権を分。これって成功したってことかな。クラーラがいてよかった。スバローグの彼のメモリーに性格に関するデータが残っていた。これで終わりなの？ナタ、私たち遅延。違うわゼール、私たち、そして彼らの戦いは。やっと。どうしたのよ、緊張してるの？緊張というよりはなんだか胸がひどく痛い気がする。
準備できた。真実を明らかにして、そばで聞いてるから。性格に関するデータと音声データベース呼び出し要求。データ呼び出し完了。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様、博士、私はあなたを疑ったことはない。この地位に着いた瞬間から、あの声、彼らのあなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう、博士。もしくは、もしくはあなたたちが性格を。わかりました。孫悟の名のもと。1、3、1。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなた大守護者様、彼女は私たちよりず。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に放残念に思う必要はない。2、4、8。なぜ、どうしてここにロボットがいるのだ？これはミアシャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、なるほど。見つけました。うん、守護者様。ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして仮想部に置いてこい。はい。ごめんなさい、博士。でもこのいつの日か。5、7。これで真実。それから今の状況、今残る疑問は一つだけだな。ブローニャ、大丈夫？お母様、どうして。いや、自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。こっちで話できるかしら。炉心、地上、ありがとう。今回は散歩に勝ち、縁のボスとして。えオレグ、彼には彼の勤勉さのおかげで君たちが現れたことで。思想ではなく行動を評価。でもあの冷酷な大守護者は知恵にはせ。もちろんそれはゼーレ。君たちの前では態度に出してないのかしら。ゼーレは普段は無頓着。それに偵察が得意で。確かにそうね。そうだ、体は革命の資本。運が味方をしてくれれば。
和をもって尊しとなす。諸悪退散。ふっと。私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。兵器か。大丈夫。ガールから離れる。殴ったね。気をつけて。客をもてなさないと。はっ、ぐるりん。それじゃあダメだよ。ふっと。ついてないね。勇気を出さなきゃ。気をつけて。逃がさない。客をもてなす。私が誰だか知ってるの。こんな大きなダイヤモンドあげるね。たまには真面目うちのとっておきを食らえ。天の鎮気をも一心同期。はっ、何見てるの。うちの出番。話し合いましょう。くるくる。クララもみんなを守りたい。スバローグ逃がさない。ベレシコ。ブルリン。ベレシコ。大丈夫。ベレシコ。ふっ、ふっと。ついてないね。それじゃあダメ。うちの出番。勇気を出さなきゃ。気をつけて。
均衡宇宙。そうだ、均衡試練を均衡均衡。
設計みたいなものね。逃がさないわ。うちのとっておきを食らえ。ブルリン、こんな大きなダイヤモンドあげるね。逃がさないわ。一心同期。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。逃がさないわ。やっ、逃がさないわ。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。